はいどうも皆さんこんばんは、ウニクロ丸でございます。本日も早速コメントが来てたのでそちらの方紹介したいと思います。1話1話長いからその分すごい見るのが楽しめます。今回のトラップ効率が良くて便利ですね。街もどんどん発展していくのが楽しみです。これからも編集とマイクラ頑張ってくださいと。いやーありがとうございます。1話1話長いから、それは褒め言葉なんだろうか、褒め言葉として受け取っておこう。まあ、できることならね、20分も30分も流してないで10分から20分ぐらいの間に収めたいなとは思ってるんですけども、まだまだですね、ウニクロ丸さん編集技術が足りておりませんので、どこを切ってどこを使おうかっていうのがね全然把握できておりません。なのでね、どうしてもね20分ぐらいの動画になっちゃうんですけども、なるべく縮めて見どころ満載の、もりもりとしたマイクラを実況していきたいなと思っているところではあるんですけども、まあ、今後も勉強しながらですねやっていけたらいいなと思っております。まあね、初回からカミカミだったんですけども、そこはまあ相変わらずのご愛嬌ということでよろしくお願いいたします。でね、本日ですね、後ろに見えるラブマシンですね、前回ちょっと作ったんですけども、ちょっと装飾を加えてみました。ですね、ここの屋根のひさしの部分をつけてみたりだとか、ちょっとね、トラップドアを使って装飾を作ってみたりだとか、この玄関の道をね作ってみたりだとか、いろいろやってみました。でね、今回はですね、いよいよこのラブマシーンの中に村人さんを入れてみようと。ちゃんと機能するかなっていう感じなんですよね。機能できればいいんだけど、まあとりあえず試してみようと思います。では本日も行ってみよう。さあ、まずですね、この両隣のお家に マイクロじゃないわ、村人さんを収納してるんですけども、そっからですね救出する作業を行っていきたいと思います。んで、救出するにあたってこのままだと村人さん迷子に入ってくれないので、こんな感じで、よいしょよいしょ、レールをね引っ張っていって、でね、村人さんをこの中に入れたいと思っております。この辺でいいかな。うん、まあとりあえずいいでしょうよ。で、レールだね、レールを引っ張っていくと、よし、 OK。 いよいよですね、村人さんとご対面でございます。いるかな。あ、いらっしゃるね。久々だな、外でんの。お待たせ、寂しかったか。いよいよ外に出る時が来たんだよ。ちょっと嫌がってんのかな。さあ、これに乗ってくれ。よし、降りろ。降りるんだよ、めり込んじゃってるんじゃねえかよ。頼むよ、行ってくれよ。ちょっとこれも壊しましょうか。よし、ちょっとここまでレール引っ張ろうか。あ、行った行った行った、行ってらっしゃいます。オッケーオッケーオッケー、いいぞ。で、このレールはとりあえず撤去、もったいないからね。で、もう一人ですね、向こう側から持ってくるって言ったらおかしいけど、あら、どんな体勢で寝てんのあんた。トロコの中だよそれ、やべえ寝方してんじゃん、すごいな。あ、ごめん、ちょっと殴るつもりはなかったんだけどさ、ゆっくり寝てくれ。いや、すごい寝方してたね君。もう一人な、奥さんを連れてくるからさ、ちょっと待っててくれよ。どっから行こう、こっちかな。あ、そうだ、アイテムが取れないじゃんか。そうだな、これで OK。 ちょっと待っててくれよ、可愛い奥さん連れてくるからな。ここは埋めておくと。てか夜なのか、
ユニクロさんも寝る時間だな。ちょっとね、ベッドあるからとりあえず寝ましょうか。野宿ですけど、おやすみ。どうしたどうした、やばいやばい、危ねえ村人さん死ぬところだったわ。危なかった今。そっか、低いのか。じゃあちょっと作り直しが必要だな。まったく世話の焼けるやつだぜ。じゃあ、あ、ここ開けらなくていいんだ。そっかそっか。じゃあこの作り直しからだな、またな。ごめんな村人さん、苦しかったよな。よし、ちょっと一段上げて作り直すぞ。いやー、村人さん死んじゃうかと思ったよ。ベッドがあったからね、ベッド分一段高くなっちゃうんだよな。でもまあ検証できてよかったわ。んで、ここもいらなくなるから。んで、ここにやっといて。この辺かな？で、このドロッパーを置いておくと。で、もう一回出なきゃいけないのか。村人さん手間かかるぜ。よし、これで OK だ。んで、もう一人ね、こっちから村人さんを連れていきたいと思います。まったくほんと村人さん手間かかるわ。この辺かな？OK。まず線路を作るための道だね。これを作ってって、お、早速いるじゃないか。ちょっと待ってろよ。線路かな。あ、ここじゃ曲がれねえのか。じゃあ、どう置いたいんだ。んで、ここに、あ、ちょっと待って、ちょっと待って、待って待って。あ、なんてこったい。ちくしょう、まったく手間がかかる。これを上まで上げなきゃいけなくなっちゃったよ。ほんとなんてこったいだな。うん、これで OK かな。まったくよ、この線路も意味なくなっちゃったじゃねえかよ。これで、あ、行かないわ。こう来て、こう来て、こうだね。よし、OK。で、これじゃ多分登らないから、タワードレールも取ってこないとね。タワードレール、2個で足りんのかな？ちょっと不安だけどね。ここにとりあえず1個置くと。んで、ここにレバーを置いてスイッチオンと。んで、ここかな、ガードレールを置いて
で、レッドストーントーチで電源オンと。これでいくかな。ちょっと一回やってみよう。足りなかったらまた作ってこないとだ。いけ。おー、いったいったいった。いやー、手間がかかるぜ、ほんと。なあ、村人さんよ。OK。あとは、ここで子供ができるのを見守るばかりという感じだね。とりあえずね、作物を与えないと多分子供できないので、上でね、じゃがいもを育ててるんですよ。こいつをあげてみましょう。このスイッチを使って、ここは埋めときましょう。これをとりあえずじゃがいもを入れさせてもらって、で、これを置いて、これで出てると思うんだけどな。どうだ？うん、全部なくなったね。あら、寝ちゃってるわ。全部取ったか、お前ら。とりあえず寝ましょう。さ、繁殖をしたまえ。パンでも作ってくるか。よし、これでパンができたから、パンを与えてみましょう。さ、取れないか。じゃあこっちからあげてみようかな。ここじゃダメか。これは出れるのか。出れないね。うん、 OK だ。じゃあここから上げてみよう。ほれ、パンだぞ。繁殖する瞬間を見せてくれよ。取れよ。取りに来なさいよ、あなた。畜生、なんてわがままな村人だ。ちょっと私に行くわ。こんぐらいの距離だぞ。あ、ちょっと待ってよ。出るね。これでどうだ。あ、お、お、お、生まれるか。まだか。いけるか。生まれてくれ。オッケー、ラブマシーン最高ということで、小人さんが出たから、これで水を流すと。すると、お、超えてんじゃねえかよ。おー、こっちから出るんだ。ん？そっかそっか。そっか、こっちから出ても、まあ、いいか。こんな感じですね。まあ、今回ですね、まあ、なんとか村人さん、いろいろありましたけど、殴っちゃったりだとかね、変なところ落ちちゃったりだとか、いろいろありましたけど、とりあえずね、一人村人増えましたね。とりあえずは成功と言っていいんじゃないでしょうかね。うちのラブマシンですね。今後もですね、ちょっと改良点とかあればですね、ぜひコメントとかいただければ大変嬉しく思います。ではですね、今日はこの辺りで終わりたいと思います。今日は短い動画だったんですけども、また次回ご利用。今日はね、短い動画だったんですけども、最後までご視聴ありがとうございました。またぜひですね、チャンネル登録とか、いいねとかお待ちしておりますので、そちらの方もよろしくお願いいたします。ではですね、また次回お会いいたしましょう。バイバイ。バイバイ。バイバイ。